はい、では再開いたします。モノクロボット1時間やってハードモードのラスボスの第一形態にすら勝てなかったというこの手たらく、この枠でエンディングまでいけるのかそもそもというね。はい、第2ラウンドです。ありがとうございます。ノーマルモードと一緒だとしても第2形態がいますからね、こいつも。でしかも第2形態の方が大変だったんだよな、確か。第2形態もまず戦い方が変わってるかどうか見なくちゃだからな。だいぶ違うんですよ、ハードモードとノーマルモードで。ボスもザコも挙動とか強さとかが。それが楽しかったんですけどね。基本的にはずっと楽しいんで、このゲームすごくいいゲームなんでしょうけど、舐めてたな完全に。こんな強敵だとは。うん、今の降りりゃよかったな。やっぱ一回どっちかが寝ることで攻撃のタイミングがずれたりするから、それで避けるの自体は楽になってるんだよな。開幕が一番しんどいもんな、この手の弾幕を避けるのは。両方寝た、チャンス。起きるの早いね。よし、これはいいんじゃないか。この両方寝るっていうの、起きるの早いね。そう、寝た。いや、そう。ああ、完全に今はこれも分かってもらえないことが多いんですけど、たとえどんなに画面の小さいゲームでも画面の上を見てたら画面の下が見えないんですよね。今それが発生しましたけど、あいつ毎回やられるのかわいそうなんだよな。これはどうしようもないよね。あー、くそ。
めて HP バーみたいのが出てくれてれば惜しかったなとか思えるんだけど、それも分かってないからな。指が疲れる。よく無傷で済んだな今の。ダークソマジでこれ第二形態を倒せる自信ないんだけど、絶対第二形態のあと第三形態があるとかやってくるよ。あいつをほぼ無傷で倒さなきゃいけないはずなのに、それすらできてないからな。そもそも飛ばせてないんだからな。よし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 、マジでノーマルモード平和だったんだな。ノーマルモードの時点でだいぶ死んだんですけどね。第二形態があるならここから無傷で行きたいところ。お、この同時に寝るっていうのをうまく誘発できればいいんだが、まあ難しいか、タイミングがうまいこと重ならんといかないから、それはただの運だな。まだ倒れないか。うわー、めっちゃ今悪魔城ドラキュラとかの、あの空中制御が、ジャンプの空中制御ができない系のゲームで
ジャンプ中にやられたのと同じ気分味わったな。これ空中制御できるんですけどね、このゲームは。今日があと8分で終わる。こんなにこいつに苦戦すると思わなかった。通常のショットじゃダメージいってないとかないよな。それは変わってない気がするんだよな。弾かれるときはちゃんと弾かれてる音するもんな、このゲーム。弾の数が増えてるとかはあるかもしれないけど、攻撃方法は変わってないんですよ、ノーマルモードから。だから単純に攻撃力と向こうのタフネスが上がってるとかなんだろうな。なんか考えた方がいいのかな。さすがにだって今などれぐらいやってる？この枠になってからももう12分経ってんのか。ってことはもうなんだ、純粋にこいつ1時間以上戦ってるからな。それで勝ててないんだから、なんか変えた方がいいのかな。全部当たってないな。やっぱり斜め打ちをしてた方がいいな。あー、一回死のう。ダメだ。汗がすごい。ちょっと待って、せめて30、この枠だとしても30分以内にやりたいぞ。1時間半同じボスに負け続ける。しかも、
ノーマルモードだと多分15分ぐらいで倒してるボスに負け続けるっていうのはちょっときついぞ。いいね、いいね。なんかこれも結局ランダムだからそれはそれで運なんだけど、ただまあ別に運の要素がそんなに多くないから実力で負けてんなってのが分かるから悔しいんですけど、いやなんだろうな、正気が見えないんだよな。前の時は正気が見えたんですよね、単純に倒し方が分かったから倒せるだろうってなったんですけど、倒し方が分かった上で倒せてないから、倒し方が間違ってるってこともないと思うんだよな。そこは変えないと思うんだよな。なんかもはや今これを試してみてますけど、うん、絶対無理だよね。あー、そしてフリーズしてしまった。日付が変わってしまった。さすがに1時には寝ないといけんのだが、どうなるんだろうこの後の展開、それすら分かってないからな。いや、死のう。
ちょっとこれは食らいすぎだっていうのはさっさと判断して死んじゃった方がいいという判断をしてるんですけど、この判断をしてる時点で良くないんだよな。そういう状況になってる時点でまともに戦えてないってことだからな。来週に来週に行くのこれ。これで終わりに思えないんだよな。この人のこのノーマルモードからハードモードに移行した時のあの要素の増えっぷりを考えると、こいつを倒しきるかどうかも微妙だしな。第三形態まであるんだとしたら、いや第三形態やると思うんだよな。1打1打に殺意を込めて押してますからね。やった、やったけど第二形態いるだろ、第二形態来るだろ、こいつ第二形態なんすけど、あれあれ、あ、展開が違う。ちょっと待って、回復手段がないんで、あいつ成仏させちゃったから、あいつ成仏させちゃったからどうなの、敵まだいるの咳も出るし、しかし展開は違うですね。こっから敵はいなかったんですよ、ノーマルモードの時。でもあいつを倒しきったからだったんですよね。回復手段もないしな。大丈夫、敵いない、やったか、それはあれですね、やってない時のやつですけど、やってないですね。あいつ逃げたから、あの玉っころダークマターとか、あのゼルダの夢を見る島のラスボスみたいな感じのやつとの第二形態との戦闘があったんですけど、ノーマルモードだとそれなかったですね。回復手段がないんだが、どうすればいいんだ。とりあえずあのこっち怪しいなと思ってた方に行けばいいのかな。敵もいないし、あの成仏させちゃったから、あの人もこっちなんですよ。あ、こっちから行った方、あ、いやこっちから行った方が早いか。ここにいたタコたちもいなくなったな。こっち、この先に行ったことないんですよ。
この先に。お、解放した、あ、幽霊を成仏させてやったってことですね。ちょっと慎重に行こう。死ぬからすぐに。一人ぼっちはもう嫌なのに。あいつの言葉かな、ラスボスの。おお、いいぞいいぞいいぞ。おお、セーブできるのか。ありがとうありがとう。あ、これがもうあれだろ、真のラスボス戦だろこれ。今どれぐらいやってる。25分か。ちょっと一旦ここで枠を切り替えます。でちょっとトイレ行きたいんで、ちょっとまあ1分もかからないと思うんですけど、もしよろしかったらそのままお待ちください。ではちょっと一旦終了いたします。